冒頭ですね、国の格差是正論に対する都の見解について、2つほど申し上げます。1つはですね、政府与党の中で税収の格差是正の名目でその大都市の法人二税を奪い取るとする動きに対してですが、地方がその窮状を脱却するためには真の意味でのですね、地方を自立化することが重要でありまして、それに必要な地方税財源の充実を真剣に考えるなら、消費税のですね、税率引き上げという抜本的な有効な方策をです、ね、正面から考えるべきだと思います。それもせずにですね、法人二税の再配分という固定先のやり方をすると、地方全体の共倒れを招くだけであり、この国の行く末も危うくする。これはですね、何もその税収の多いですね、大都市を持った限られた県からの意見ではなくて、むしろ、皆さんもお聞きでしょうけども、他の要するに、東京に比べれば、ね、財政力の弱い県からでも、言葉は非常に激しいんですがね、こういうのは毒まんじゅうだというその反対論もあるぐらいでね、今回こうした観点にとって、東京など大都市から財源を奪おうとする動きに対して、法人二税の格差是正策に反論するという、お手元に配ったんですけど、冊子をまとめました。詳細についてはこの後ですね、関係局から説明させますが、これね、詳しく皆さんもね、その精読していただきたい。で、この中にもありますけどね、財務省の最近の動きですけども、これちょっと目に余るものがありましてね、法人税についてのその事実を歪曲したですね、分析資料まで作って、この歪曲なんでしょうか、それともね、これよく知らずにこういう書いたら本当にもっとその財務省の苔にかかると思うんだけども、こういうものをですね、資料としてまとめてぬけぬけと東京の財源を奪おうとして強本してますけども、これ国の根幹に関わる問題について、国民のですね、を欺くものでして、ちょっと許しがたい感じがいたしますね。このあたりの詳しいことについても、その、後で詳細にブリーフしますから、担当局から聞いていただきたい。それから2つ目ですけども、とは都自身もですね、地方自治体、地方のセクターでありますから、その一員としてですね、志と意欲を持って努力している自治体と手を携えて、地方の活性化につながる支援を惜しむことが講じていくつもりであります。お聞きでしょうけども、これは猪瀬副知事からの提案でしたが、自治体から求めがあればですね、職員の派遣や受け入れも行っていきます。具体的には北海道夕張市2名の職員を2年間程度派遣することにしました。またこの都庁舎を活用して地方の観光資源や特産品をですね、PR することや、高度な技術を持った企業間の交流などを支援したいと思っています。やることはやっていくつもりであります。私から申し上げる以上ですが、質問があったらどうぞ。どうぞ。東京 MX の富田と申します。東京 MX の富田と申します。23日の大江戸線の事故なんですが、原因は変電所のスイッチの入れ忘れとみて今調査中ということですが、東映の地下鉄がラッシュ時に止まったことで多くの都民が影響を受けたことについて、都知事としてどのようにお考えなのか教えていただけますか。いや、これは誠に遺憾なことでしてね、そのあってはならないこと。しかもですね、スイッチの入れ忘れっていうんですか、前日の点検の後ですね、そのスイッチを切りっぱなししたんで、片方のあそこに電気を供給しているその変電所の、もう一つはですね、普通に稼働したんですけども、ラッシュ時にね、人がたくさん乗った電車がその細かい、時刻表でですね、地域をこう、いわゆる電車のラッシュで通ると、その電力の供給が足りなくなった、需要が増えてですね、足りなくなったということだったようですが、この間も詳しく聞きましたがね、どうせ客を歩かせるならね、そのとにかくなんていうのかな、あちこちから降ろしたらいいじゃないかという声もあったようですが、普通はね、電気が止まっても電車余力で次の駅まで行くんだそうですけど、ちょうど上り坂のところで止まっちゃったの途中でね。それで地下鉄ってのは高架じゃなし、下のその要するに、電気が切れて止まったんだからさ、
あの線路歩いても感電することないかもしれないけど、やっぱりみんな怖いしね。それで、まあのね、逆の方に帰っても困るんで、結局一つのドアからこう要するに降りていただいたらしいけど、まあ、これもねやっぱりちょっと容量が悪いというのかな、あのもうちょっと考え方あってね、その人員を後ろに配置して戻ってくる人がいたら前ですね促すようなことをすればですね、もっと扉をたくさん開けてできたはずだし、まあ、そういったものを含めて、反省してですね、今後こういうことないように指導していきます。もう一つよろしいでしょうか、はい、あの先ほどあの中国の卓球団の表敬訪問を受けられていましたが、あの式の終了後に団長があの来年の北京オリンピックにぜひ知事に来ていただきたいと歓迎するというような発言があったんですが、はい、北京オリンピックの視察はどのようにお考えでしょうか。あ、招かれて行きたいと思ってますよ。やっぱ参考になりますから。他にどうぞどうぞ。日本テレビの方だと申します。北区にある東十条病院というのは都 の, あの災害拠点病院にもなっているんですが、今月いっぱいであの全科休診を決めまして、都の方ではあの今月中旬に立ち入り検査等もしているんですけれども、その地域を支えている大きな病院がですね、こういった休診に、まあ、追い込まれるような状況について都知事としてはどのようにお考えでしょうか。 なんで休診になったの。あの人病院の医師不足ですとか、まあ、経営悪化ですとか、いろいろ理由は言っているようなんですが、まあ、お医者さんの数足りないね、もう要するに全国共通していることですけども、その他の理由もいくつかあるんでしょうが、まあね、残念なことですね、せっかく施設がですねこの時代にこう要するに閉鎖されたのか休診してしまうな、まあ、これはしかし都だけでねこの医療行政ってのは賄えるもんじゃありませんしね、国全体の指針ってのはやっぱりこうちょっと偏っちゃったっていうのかな、まあ、お医者さんの不足ってのも東京よりもっと地方軸深刻ですし、ね、その医師の、まあ、資格を、ね、どういう形で与えるかということも含めて根本的に考えないとですね、あちこちこういう事件が起こってくる、事態が起こってくるんでしょうね、うん、まあ、病院があるのに行っても、ね、お医者さんがいない、ドアが閉まってるじゃ困っちゃうね、これ本当に、はい、まあ、困っちゃう だろうね、で困ること済むことじゃないんですけどね、いない人間集まってきて資格ない人間やらせるわけにもいかないしね、本当に難しいもんですこれ、はい、どうぞ。日本放送の岡でございます。都政から離れるのでもしお答えいただければということで結構なんですが。離れちゃダメだ都政から都政の話をしてるんだから、今朝あのボクシングの亀田三兄弟というのが、まあ、話題になってまして、今朝、まあ、あの長男が会見して、まあ、一応の決着を見たということなんですけれども、まあ、親子関係とかあるいはメディアの取り上げ方の問題とかいろいろちょっと話題になっているようなんですが、あの都知事の感想で結構なんで、もしありましたらお答えいただけないでしょうか。いや、僕もあの試合見てましたがね、僕もあのボクシングが好きでね、あの昔ね、その平沢節尊とか郡司武雄って限られたその要するにボクシング評論がしなかった頃ね、私まあ言うと昔の話になるけど、その昭和30年代から20年代の最後の頃の時代には、あの頃剣闘って言ったんですよ、ボクシングとね、その剣闘を見に行くっていうのはちょっと違った風俗の人たちでね、まあ、なんていうのか、いわゆるインテリって行かなかったんだよ。で僕は行き出して夢中になりましてね、で亡くなった三島由紀夫さんとか有吉佐和子さんもね、自分で行くのなんともかって世間体が具合悪いんで石原さん連れてってんでね、案内したことありますけどね、まあ、あの頃から比べるとその今昔の間でも全然もっと激しいスポーツが出てきたんで流行らなくなりましたね。ただやっぱりね、僕はその後ね議員時代にキックボクシングのコミッションをして私の方のリーグだけはあの八百長を禁じてですね、まあ、あるテレビ局が相手の方の非常にフェイクに仕立てられたチャンピオンみたいなスターを作りたいっていうか、私はそれならやめますよと、やめるとき理由を記者会見してやめますからって言ったら、その終わっちゃったの。あとでは選手たちに感謝されましたがね、だからそのね、ああいうマッハなね、必ず倒れるみたいな激しいスポーツと違ってね、ボクシングってのはね、このパンチドランカーっていくらでもパンチ打たれても強いやつがいるんですよ、瞬間のおかげで。その人たちがね、必ず後遺症を起こすんだね。だからね、まあ危険な厄介なスポーツだなと思ったけど、効果不効果今あんまり入らなくなって、だからあの K1 のような形で、ね、ノックアウトした選手ってのは後遺症残らないんですよ、むしろ不思議に。ですからね、いわゆる国際ボクシングに比べると、なんていうのかな、
後遺症が残らなくてね、ここでうんちく語るつもりないんだよって、たまたま質問出まして、僕はあの試合興味よく見たんですが、まあ、あれは誰が見てもボクシングじゃないですね。でこの場合は他の格闘技の真似をするもんだからね、ああいうそのファウルを連発する。で結局1ラウンドに1ラウンドじゃない、そう1ラウンド、最終ラウンドなんか3回ぐらい減点されたんでしょ。あんな事例ってのは過去の僕はボクシング試合見ませんな。でレフリーもやっぱりしっかりしてました、そういう点ではね。まあそれであの試合たまたまね見に行った私の親しい友人に聞いたら、なかなか試合上は不思議な風俗だったみたいなね、もう観客の過半はなんかそっちの筋物が多くてね、嫌な雰囲気だったって言ってたけども、なんかそういう人たちに受けるだけでボクシングが反映するわけないと思いますよ。私はやっぱりこの時点でね、やっぱり相当のことを考えないと、もっとやっぱりそのリバウンドでボクシングと衰退につながっていくんじゃないかな。はい、どうぞ。日本経済新聞の伊藤です。地方法人2税の問題に関連してなんですが、最近は経済産業省なんかの提言であるらしいんですが、地方へのですね、消費税の配分が増が実現した時点でですね、企業活動がグローバル化しているという理由で、もう法人税収は国税に一本化した方がいいんじゃないかという議論まで出ているようなんですが、この水平調整とは別にですね、法人課税をこう国に一本化するという考え方についての石原さんのお考えをちょっとお聞かせください。法人事業税はね、これはね、まあ、お給料が過去に2回一方的に分割基準を変えられましたね。で、まあ、その最近の事例に関しては言ってることの筋が通らない。 IT 化時代にですね、その本社のなんて業務の労働が少なくなった、これはもう論外の話ですが、しかしこれはね、税の本質からして国が決めれば一方的にやられちゃうんですよね。これ法人住民税ってのは何の通り住民税でしょ。これ地方税の典型的なもんじゃないですか。こんなものをね、とにかく国がいじることそのものがですね、その私はおかしいと思うし、税の原則に戻るんで、まあね、非常にそれをいじって 税収をですね、ばらまく、まあ、均等化するっていうのかな、これやっぱりその国の責任の回避の一端でしかないと思いますよ。ですからね、さっき申し上げたように、その対象になりがたいな県の知事からも良識を踏まえてね、おかしいと、これ毒まんじゅうと、まあ後で詳しく説明させますけども、結局ね、国が要するになんとなく手をこむ抜いてね、横向いて笑ってる形になっちゃう。誰も得しない、国以外だから。それはね、やっぱりその国民というのかな、みんながですね、冷静にこう見極めてもらいたいんだけど、まあ、税の仕組みについての説明って非常に難しいですからね。ただこれはもうやっぱり、ね、非常に悪い手だったと思います。はい、どうぞ。朝日新聞の野村です。温暖化対策のことについて伺いたいんですけども、聞こえないよ、聞こえないよ。次の地声ですか。はい、どうぞ、大きな声で。朝日新聞の野村です。温暖化対策について伺いたいんですけども、CO2 の削減義務化を大企業事業者対象に目指していますが、昨日環境局が経済界および環境団体を集めて会合して、そこで経済界は、まあ、ほぼ横並びでですね、義務化に反対と。で、業界これまで自主的に努力をしてきたと、それを認めてくれというふうに、言っていますけれども、まあ、地球規模全体で考えれば温暖化というのはもう逆行できない流れになると思うんですが、石原知事としてその経済界へのメッセージ、特に経済界が反発しているんですけども、どのようなメッセージを出されるかお聞かせいただけますでしょうか。今この段でですね、経済界特定のメッセージ出すつもりはありませんけどね、しかしやっぱりね、明日は我が身のことだから、企業ってね、やっぱりそれは企業の営利を追求するためにですね、熱心でなければ反映しないだろうと。しかしやっぱりもっと総じて眺めれば、人間社会のためのね、社会の活力を維持するために、文明するために、進めるためにですね、企業と企業内に努力してるわけでしょ。それがね、ここまで事態が至っているのにですね、この問題投函視して、まあ自主的にやりますからと、義務化するのはですね、やめてくださいという言い分はですね、結局最後は自分の身を滅ぼすことになるんじゃないかな。やっぱりその歴史観の問題というか、問題意識の問題だと思いますよ。でこれはまあこの間ね、
あの東大のなんとか先生と対談したんだけど、まあ、あの人一生懸命熱心この問題やってるが、彼の論が絶対とは言わないけど、ヨーロッパの学者なんかも要するに同じこと言ってるし、この間たまたま世界工学会のですね、あのセミナーというか大会が日本で東京でありましてね、私出席して何人かの学者に会いましたが、あれあの首都大学東京の西澤先生が会長してらっしゃる学会でね、何人かの学者さんにも会って話しましたけど、ヨーロッパの認識ってのはアメリカなんかはだいぶ違いますね。やっぱり知的水準がですね、あ、平均値としてやっぱりヨーロッパのやっぱり先輩だけは高いんだなと思ったけども、その結局文明とか文化の成熟の問題だと思うが、やっぱりヨーロッパの学者の認識はねかなり深刻ですね。むしろ日本の学者にも深刻なところあって、あの、まあ、自動車もですねスピード出しすぎると急ブレーキ踏んでもなかなか効かない、そのやっぱり限界を超えつつあるんでね、あと5年のうちに思い切った調整をしないと結局ずる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 走っていってクラッシュするだろうという言い方でみんな意見が一致してましたね。そういうことでね、やっぱり企業はねその立場のなんだか営利ってもののこう要するに責任っていうのを感じて物を運営するんだろうけど、しかし対極的にはですね、何のための企業か、何のための組織か、何のための努力かと考えれば、私は、企業は努力をする、まあ、営利を追求することで物事を惜しんでですね、人間のこの存在そのものを危うくする結果になったんだったら元も子もないと思います。まあ、あの日本の企業人経営者って非常に優れた人多いですから、そういう点ではねアメリカみたいに M&O で A でねマネーマネーマネーってな哲学と違って、私はだから日本人の良識って期待するし、物事がですねどこまで来ているかということをねもう少し深刻に考えてもらいたいなと思います。あの経済界の論としては、あのまさに東京というのは知事もよくおっしゃってますけども、日本の経済引っ張っていると、ひいては世界の経済を引っ張っていると、そういう東京に対しの企業に対して、いわば経済成長を抑えるような経済成長に溝を刺すような義務化というのはいかがかという論も展開しているんですけども、それについてはどのような考えでしょうか。経済成長を多少抑制してもね、人間全体の寿命を長くしてもいいんじゃないの。それはやっぱりトレードオフの問題じゃないと思いますよ。だからどういう哲学を持つかということはね、企業の責任者は人間としてね、その人だってやっぱり孫子供もいるだろうし、自分の子孫のことも考えざるを得ないでしょ。これやっぱりね、そこまでギリギリ来たなっていう感じがします。決してね大げさな問題じゃないし、まあその企業の方を持つ学者なんかはね、これは第5ですか、今度6になるのかな、地球の何ていうのかのこう変遷と眺めてみると新しい氷河期季節あるんでね、またその氷河期の一つ前兆でしかないというか、次の氷河期どれが先ですか、1万年ってね、1万年先の心配するよりもね、私はやっぱり100年200年先のことを考えた方がいいと思いますな。はい、どうぞ。すいません、時事通信の渡辺と申します。職員派遣の件で確認したいんですけれども、夕張市以外の自治体にもこれから求めがあれば、災害派遣は別といたしまして職員を出すということでよろしいんでしょうか。さあ、その要望はですね、切実なら私たちそれ審査してですね協力しますよ。人はたくさんいますから。現にあなたもご存知かどうか知らないけど、警察の手配断言ってね、1年前まで2年間ね、200人ぐらいの人を派遣してですね、警察も会社たち、もっと有効だったな、入管の業務が大変だっていうんでね、20人ぐらい人を送って、ね、これはやっぱり現場見てて実に無駄なバカなことをしてるって報告してくれた。今の、ね、危機管理官になった野田前科しないけど内科の警視総監にねその話しましたがね、非常にいいリポーターと、参考にしましたけど、あんまり変わんないね入管のシステムは。今度は鳩山法務大臣そのことを報告してね、ちょっとやっぱり法務省として考えたらいいんじゃないかと、そんな話もしようと思ってますけど、多分お役に立てるでしょう。これだけの話にやっぱり日本じゃね、東京として随分お金をかけて数億かかって作ったね新しい会計基準なんかただでとにかく地方自治体に差し上げてるんだから、東京は東京内にね地方自治体の一つとして連帯感を持ってね他のセクターのために役に立ちたいと思います。余力があるうちはね、多少意地の悪い見方なんですけど、定数削減している中でですね、他の地域に人を出すのはなんか国あたりからなんか人が余ってるんじゃないかと思われてしまうんじゃないかと。余ってるね
まだ余ってるよ。皆さんそう思わないだって。余ってると思うよ。余ってるから出してるんだよ。しか相手によってもいらないって言うと苔に変わるからね、勘弁してくれるとこあるんだね、これ不思議に。はい、それじゃあ、はい、どうぞ。あの、日本放送の畑中と申します。ご無沙汰しております。あの、ちょっと古くて新しいお話で恐縮なんですけれども、あのディーゼル車規制、完全な施行から4年が過ぎましたが、知事のですね、ディーゼル車に対するイメージというものを、現在のイメージを改めてちょっとお聞かせいただけますか。それどういうことですか。はい、一般論として、まあ、あのディーゼル車規制が、あの施行されてから、随分その車の環境ですとかね、ディーゼルの技術というのも随分環境としては変わってきたかと思うんですけれども、その4年前に比べて。それは変わってきましたね。それからやっぱりその、まあ、もう一つありがたかったのは石油業界がね、あのこちらに移行して、特に日本石油なんか先頭切ってですね、サルファーフリーの軽油作ってくるようになった。これはね、ヨーロッパ並みのものになってきたと思いますよ。私はね、ヨーロッパ行って驚いたのは、まあ、この頃遠くてあんまり有効じゃなくて行かなくなったけど、ダボス会に行った時にね、まあ、雪の真ん中でやるもんですから、ホテルのアプローチもね、車が止まってるととにかくね、一回車を置いて横歩いていかなくちゃいけない。でなんか乗り降りの都合で3台ぐらいマイクロバスみたいに止まってましたな。で全部ジデル車ですけどね、日本みたいに排ガス臭くないんですよ、サルファーフリーのあれ使ってるから。それでね、あ、なるほどなと思って、今日ヨーロッパでほとんどジデル車じゃないですか。そうです ね、そうですね。でそれはやっぱりね、そのムーベなるか、東京でその実験やってみてですね、結果が出てくればね、あの私は要するにあのユーザーがですね、認識を持ちに、ね、行政が認識を持ったらですね、あのガソリン車じゃなくてね、ジデル車ってもっと普遍する時代が来ると思います。まあ、しかしその前にもっと限界来たから、あれだね、新しいエコエナジーみたいな開発されるわね、あの電気自動車はもっと普遍するかもしれないし、この間僕はなるほどなと思ったのはね、電気ってのはなかなか強力なもんなんですね。電気自動車ってすぐバッテリーが上がってるんで耐えないイメージがあるけど、そうじゃなくてね、あれ皆さん新幹線ののぞみとかの光もそうだけど、ベラボーなスピードで走るでしょ。あれガソリンで走らせたら大変なんだ。とてもあんなスピード出ない。電気だから出るんですよ。だ電気ってのはある意味でね、その送電っていうのかな、供給の体制っていうのをメカニズムで考えれば非常に強力なね、推進力になるんでね、あの新幹線は軽油とか重油炊いたりですね、あのガソリンでは絶対あんなに走らない。これはあの要するにそのためにですね、かつての日本もあの要するに電化を促進したんで、電化の及んでないところを走ってる昔の国鉄時代の、うん、ジデルカーなんかもですね、非常に牽引力が少なくてね、スピードも出なくて苦労してましたがね。ですからそれで、今東京モーターショーがですね、明日からも一般公開ということなんですが、まあ、今知事がおっしゃられたその電気自動車ですとかハイブリッド車のほかにですね、今あのクリーンディーゼルという、そういう技術も非常に注目されてまして、であの知事が行ったこのディーゼル規制というものは、その大気汚染の改善ですとか、あるいはサルファブリーの問題とか、かなりの面でその実績を上げたことは大いに多とするところなんですけれども、その一方でですね、あの皮肉なことにそのディーゼル車が悪者だというイメージが植え付けられてしまったという部分を否めないと思うんですね。ですから、まあ、今後そのディーゼルの技術がどんどん、まあ、ガソリン並みになっていくと言われている中で、うん、クリーンディーゼルに対するこう正当な評価軸というのを東京都からも出されてみてはいかがかなと思います。それは非常にいい提言ですね。それガソリン車だって悪者だから、今の中でいけば。ですからね、そのエコ燃料みたいなことを言われて電気自動車って時代が来たって言われてるんでね、確かにそうです。つまり改良って行政がある指導すれば、そのジーゼル車の方がガソリン車よりはるかに有効な、ね、乗り物になりうると思います。なりつつあると思います。ヨーロッパは実際そうですから、あのその指摘は非常に正しいと思うんでね、あの私はそれでこれからジーゼル車のキャンペーンに努めます。ありがとうございます。どうも。